こんにちは。Our Life Japan and China のチームと申します。今日は青空散髪にやってきた。大連も12月になって相当冷え込んできている。寒いのは着る人の格好を見ればわかりますよね。さて、どんな髪型になることやら。就是正常，就是正常，正好就行。他这个头啊，前面还都那个两面是 M 型，都秃顶了。你看看怎么剪合适？这要分这个印吗？嗯，他原来那印就是那个印。那就这么梳。嗯呐，嗯呐。哎哎哎。你这个鬓角留成那种碎发的型。还是要推推着顺顺，这块要留长一点。留一点，它适合留一点。留到这儿干脆修一下什么眼睛，就给鬓角剪薄了，留一点。耳朵上露出来吗？还是盖上？耳朵露出来。耳朵露出来，然后你这个鬓角用这种毛的这种效果，还要拿推推做顺顺。对着顺上。随分あれこれ細かく確認する人だね。でもこれぐらいの方が安心感があるのは確か。まあ若い時とは違って、ある程度どんな髪型になろうが、それを受け入れる心があるけどね。青空散髪もこれで3回目だし。以前染的黑的还是染颜色的？染颜色。染什么色的？我不知道，乱七八糟的，反正是茶色的还是褐色的啊。それにしてもこの人、質問の多い人だな。以前はずっと染めてたんだけど、コロナで人と会う機会も減ったし、最近はずっと染めてない。でも動画ネタになるなら、ここで毛染めまでやってみるのもありかもしれないね。YouTuber 魂見せたろかな。もっと切っていいよ。うん、再剪点、再剪一些。对吧？是啊。你这脸型呢，不适合太短，前面呢不挡眼，到眉毛和眼睛之间是最标准。你现在已经到眉毛以上了，挺短，你太短了就不好看了。而且这边有点粗，你看这两边有点粗。如果你太短的话，它不好看。考虑你没惯。这样的话，你看，这样梳完以后，这样垂下来，是不是把这个鬓角挡上了？如果你这条再剪短，剪完以后梳完它是这样的，这条露出来了，难看，知道吧？我要怎么好看怎么剪。可干净了，那个头顶不适合太短，后边我给你稍微多短点，后脑勺太长了，对呀，可干净。髪の毛を切ってもらっている時、鏡の中の自分を見るのはあまり好きじゃないんだよね。だから普段は目をつむっているか下を見ているか。それにあまり話をしたくないんだよね。中国語の問題ではなくて、日本でカットしている時も同じ。目をつむっていれば話をしなくて済むから。僕の本性は人見知りのコミュ障野郎。僕って基本的にどうでもいい話ってのができないんだよね。床屋で話す内容ってすごくどうでもいいことじゃないですか。無駄話ができないっていうのかな。電話も要件だけで長電話ができない。まあこれは性分だね。头发有多长时间没剪了？一个半月吧。我怎么觉得都有两个月了？两个月啊！头长得最慢一个月剪一次。ここからの話の広げ方がわからないというか、完全にユーチューバー向きの人間じゃないよね。你们这是在这附近有店呐？我以前开发廊开十多年了，我因为孩子小，
我为了3点多钟就回家接孩子，幼儿园放学。啊。还没人管，不管孩子，我才在这捡。我在矿场捡38呢，在这里10块钱是38的扫帚。哎，你家孩子多大了？初二啊。你孩子多大啊？5岁。5岁呀、啊？嗯。哎呀妈呀，真可爱的时候。男孩女孩？男孩。哦，我家也是男孩。你就一个孩儿？对呀、啊。こういう会話でいいんだろうね。その場限りのあまり重要ではない話。でも。こうやって人とコミュニケーションを取るんだもんね。大通りから小さい路地に入ったところの青空理髪店。人それぞれの人生があり、ここにいる理由がある。天天来，一个月来2-3天。啊，一个月就来2-3天啊？夏天天天来。夏天天天，啊、嗯。冬天天气温度高的时候，看天气预报，温度好了我就。啊。来2-3天，一个月大概。啊。我发了就行。去年这个时间我都已经上发廊了。啊。在之前我都上发廊了，然后这不来疫情了吗？没去。啊。疫情发廊人也少，虽然过去了也少。コロナで収入も減ってるし、売り込みに必死みたい。でもここで染めるって言っても洗い流すのは。你这染哪里有地方洗？回家洗。我给你戴个帽子，回家洗。你是用什么染发膏啊？植物的。你多钱染的？我这比发廊便宜，发廊50的膏，我在这就收你20。你染吗？我今天送的那的时候。不要啊。毛染めまでする青空理髪店はなかなかないよね。面白そうだけど、ここからバスに乗って帰らないといけないし、バスがなかなか来なかったりすることを考えると。那这小景还挺好。这是你按的小景是吧？买的小景。啊。小姐好看，对。哈哈哈。不爽，照相呀，啊。見知らぬ人が普通に話しかけてきちゃう。この辺も中国っぽいところだね。岁数不大是不是？啊？岁数不大。对象呀。岁数大，都活到50了。对呀。你看这满头白发的。好像不到30了已经。对。47呀。47周岁，48，比我小一岁呗。俺俩都50了。お決まりの年齢の話、そして歯が浮くような大げさな年齢当て、こういうのができないから僕はダメなんだろうな。他有责，我也有责。你看我多大岁？你看我。咱差不多年代人吧。
我五十五。你看现在人多年轻啊！我也掉头发。他也掉头发。年龄太火了。中国は人と人との距離がすごく近いよね。僕が人との距離を少し置いてしまうのは、東京生まれ東京育ちが影響してるんだろうか。まあ、あとは親からの遺伝とかかな。他的头剪得不错，真的。嗯，他真细，我看他剪得真仔细。嗯，老剪头的。嗯。手菜都是各家，我不一定跟我不会手菜。你要雇厨师，你得雇手工问。现在厨师是不是都？嗯。厨师一年一个月是不是都得给都得给上班？哎，我给他拍一下啊。那好的发型风吹烂了。这影响效果。仕事に出る日は SNS で発信するんだって。情報が簡単に共有できる時代、便利になったものだ。剪会比较快，你今天第一次剪嘛，能稍微慢一点啊，下次就使劲头剪，剪就快了。这一次就比较仔细，看看他这个头型怎么样，下一次就磨头着了哈。確かに仕事は早ければいいってもんでもない。早くても乱雑で結果が伴っていなければ意味がない。遅くても丁寧できめ細やかであることで、髪が伸びても整った形を維持しやすいってこともあるだろう。確かにいつもより時間がかかったけど、仕上がりには満足。はじめは質問ばかり多くてカットは遅い人だなと思ったけど、裏を返せばそれだけプロ意識が高いってことだ。僕は無口で人と一定の距離を取ってしまうところがあるけど、それが必ずしも悪いことでもないだろう。現に人との距離を詰めすぎないから、人から無理なお願いをされることも少ないし、騙されたりすることもない。だから自分の欠けている部分を責めすぎるのは良くないと思うな。無口で陰キャな僕だから、いつも黙々と、そして淡々と動画作りに没頭できている。